今週はサマーソルト強化週間。どうも、ラッチステーションです。最初はジャーブルから入っています。ですね、昨日の練習でサマーソルトをするときに、右手と左手を近づけるとうまく回るんじゃないかという仮説を立てたので、それを検証してみます。はい、ここですね。ここで、ちょっと失敗しましたけど、この腕の内側を回すときに、右手と左手を近づけて、糸をしっかり張って、綺麗なサマーソルトを目指したいですね。それではサマーソルトをスローで見てみましょう。はい、ここで、右手と左手を同じ位置に置くことで、半径を揃えて綺麗な円を描くことができます。ここからは、昨日やり方を間違えてしまった、メルトダウンの復習です。昨日はここで右に振るのを、忘れていました。次は、レール系の復習ですね。はい、ショートレールぐるっとやってからの、ここのサマーソルトも、右手の位置を意識して、若干動きがね、綺麗になりました。もう一度ジャーブルに戻ります。ヨーヨーがある側と逆の方の手を引っ張ると糸の張りがしっかり保たれるような感じがします。サマーソルト強化月間ということで、今日はマトリックスもやりました。ここでちょっと一回腕に当たっちゃってますが、今回は2回目にはうまくいったので、右腕の間の空間をしっかり開けて、ヨーヨーが通る隙間を、道を作ってあげるっていうことが大事かと思います。もしくはもう少し糸を短めにするのも、一つの手かもしれません。こういうふうに所々でトラピーズのミスが目立つので、気をつけていきたいと思います。それでは今日はここでお別れです。今日のバイバイトリックは、うさぎさんです。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価もお願いします。また明日。